スタンドアップパドルボードは、ウォータースポーツの一つ。サーフボードの上に立ち、一本のパドルで左右を交互に、漕ぎ、海などの水面を進む。スタンドアップパドルボードの頭文字を取って、サップという略称や、立ち漕ぎボードという日本語の呼び方もある。ハワイ語では、コーヒー、イーナルー。大きなサーフボードの上に立ち、パドルを使って漕ぐ乗り方を指す。 スタンドアップパードルサーフィンサーフィン用のボードは通常、捕まって泳いだり、上に座るか、うつ伏せになって波乗りのタイミングを待ったりする。サップは1960年代、米国ハワイ州ワイキキのビーチボーイズらによって始められた。大きなサーフボードの上でパドルを使い漕ぐ乗り方が生まれた。近年になり、ハワイのマウイを拠点とする。 ビッグウェーブサーファーのレイアード・ハミルトンやデーブ・カラマ、マカハビーチ・ボーイズ、オアフ島のブライアン・ケアル・ラナや、デーブ・パーメンター等によって、再び注目を浴びるようになる。当初は、トゥインサーフィンの足腰の練習用として始められたが、これによって沖からのテイクオフもパドルを使うことにより、可能になり、ロングボードのターンにもパドルがより有効なことが認知された。 長距離を移動することも可能であり、波や風のないフラットな海水面でも楽しめることから、ハワイでは子供から高齢者まで許容範囲の広いマリンスポーツとして注目されている。不安定なボードの上に乗ってバランスを取ることにより全身運動につながり、また太もも、首、膝等が鍛えられるエクササイズ効果があることも魅力の一つとされている。日本にも伝わり、 流れが緩い河川を含めて楽しまれるようになった。釣りで一人乗りボートの代わりに使われることもある。日本シティサップ協会や日本サップ振興会といった愛好者団体も作られている。水難事故も起きており、海上保安庁は2018年安全指針を策定した。事前に天候を調べ、救命胴衣を着用し、ボードと離れ離れにならないように足取り意志コードで結びつけて、 水に出ることを勧めている。遭難時に通報できる、要防水袋に入れた、携帯電話も持って出ることも呼びかけている。11フィートのロングボード一般的には、9フィート以上のロングボードと呼ばれているものが使用される。近年は専用のボードが開発されている。ボードに厚みや幅を広く作ることで、浮力、安定感を持たせたり、 スピードが出るような形状にしたりしたものがある。上級者であれば、ショートボードでも可能であり、基本的な定義はない。立った状態で焦げるように、慎重に合わせたパドルが使用される。さらに焦ぎやすくするために、グリップの形状も改良され、ブレードに角度がついたものが主流になってきている。サーフボードと体を結ぶ紐状のもの。臨時コードの他に、流れ止め。 パワーコードとも呼ぶ、ロングボード用など長めのものが使用される。ありがとうございます。